ではルーターで、はみ出ている部分、刺さっている部分を削って面取りしていきたいと思います。粉が出ましたけども、水洗いとして、結構きれいに削れました。さっきはダイヤモンドビットであらかた削ったので、砥石で少しずつ仕上げていきたいと思います。次にさらに細かい砥石で仕上げます。上から覗いても、ここにこうささくれが以前は見えてたんですけども、見えないぐらいまで削れました。多少はこれで加工は終わりました。だいぶ削ったので、こう指を入れた時にいきなりこう引っかかるっていうことはなくなりました。ただ多少は音聞こえますかね、ちょっとこう指がかするぐらいの感覚はあるので、削れ切ってはないんですけども、あまりこうギリギリまでやると、このドアハンドルの元のこのボディに傷がいっても嫌なので、ちょっと余裕を残した感じで削るのをやめて仕上げに入ってます。加工前と比べるとだいぶこう指がスッと入るようになりましたし、加工前はここで指がこうささくれで引っかかって止まってしまったんですけども、そういうこともなく出し入れできるようになったので、怪我をするっていうこともなさそうです。こういう精度の低さとか、面取りしてないとか、まあ、そういう小さなミスを除けば、このアクシスパーツさんのカーボンパーツというのはすごく出来がいいものだと思いますので、まあ、今回ちょっとトラブルありましたけども、おすすめの商品です。見た目はすごく質感はアップしますし、サイドビューも引き締まりますので、特に白いボディの車には非常に映えるのでね、おすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。